はいどうも、中プロです。プロレス界の重箱の隅を作らないよう、毎日一人語りでお送りしております、こちらのチャンネル。今日の話題はこちらになります。はい、違う名前で同じ技なのに全然イメージがということで、これ以前ですね、その、違う名前なんだけど、形は同じ技というお話をさせてもらって、でその時にですね、道のくドライバー2のお話をして、まあ圧倒的にその使い手が多くて、名称がみんな違うんだけど同じ技だという。で、これに匹敵するとなるとなかなかない。で、数的にもやっぱちょっと微妙になってしまうと、まあまとめて紹介するかどうしようかなみたいな感じだったんですが、突然ちょっと思い出したという思いついたんですけど、形は同じで違う名前の技なんですけど、なんかその技をその名前とイメージで全然違う雰囲気のものになってしまってる技っていうのがあるんですよね。ちょっと言ってる意味わかんないと思うんですけど、あげればわかると思います。はい、それはこれです。キャメルクラッチ。はい、この技がですね、同型の技がいっぱい、同型で名前が違う技がいっぱいあるんですけど、この使い手さん、それからその名前の名称によってなんか全然違った雰囲気のものになってきてしまうということが言えると思います。まず、キャメルクラッチといえば、元祖は多分ザ・シークですよね。それから、まあ、アイアン・シーク。まあ、いわゆるその、アラビア系の選手。まあ、サブーはつなぎ技として使ってましたね。アラビア系の選手が使う、じわじわと相手をいたぶるような締め技というイメージっていうのがすごく強いと思います。やっぱりアラビア、キャメル、アラビアのイメージっていうのがすごく強いですよね。で、これが、ごめんなさい。テキサスブロンコバックブリーカーという名前で、例えばネルソン・ロイヤルだったりとかのカウボーイ選手とかが一時使っていました。この場合結構そのいわゆるラクダ固めと言われる、なんかこうこんな感じの締め方ではなくて、足をしっかりと固めて乗っけた状態でのぐーっと反らしていくような、いわゆるアクティブな形の、キャメルクラッチになるわけですが、そのまあでもそれにしてもちょっとカウボーイ的なイメージからいくと、ちょっとこの技ちょっとキャメルクラッチのイメージが多分強すぎるというのもあったと思うんですが、ちょっとやっぱりイメージにそぐわないというところがありましたよね。アクティブな感じになってるとは思うんですけど、ちょっとその相手の上に馬乗りになって背中から制圧するというスタンス、例えばカーフグランディングとかブルドキングヘッドロックとかっていうのと比べると、ちょっとカウボーイ感が、まあ、薄いというのか、まあ、やっぱりそのキャメルクラッチのイメージが強かったというのがあるんだろうと思うんですけどね、ちょっとあまり流行らなかったなと思います。それから次ですね。はい、こっちが先です。はい、カバーショーですね。エルサント、エルイホ・デルサントが、使う、キャメルクラッチ。まあ、キャメルクラッチというかね、カバーショー。全く先ほどのテキサスブロンコバックブリーカーと同じ決め技になります、形になりますが、足をしっかりと、あと自分のももの上に乗っけた状態で、こう、馬乗りぐいぐい締め上げていく。同じ、そのキャメルクラッチ系でいきます、言っても、その、テキサスブロンコバックブリーカーと比べると、非常に定着した、例かなという。しかもキャメルクラッチ感っていうのがあまりないイメージとしてね、しっかりとそのメキシコの技、ルチャの技という感じになんとなく昇華されてるイメージがあるんですよね。これ本当に不思議だなというふうに思います。それから、次ですね。はい、スタイナーリクライナー。はい、これはですね、スコット・スタイナーの技になりますが、本当にこの技のイメージとしては、生クラ技ですね。それまで、いろんな、技をしっかりと開発し、技の開発としては革命を起こしてきた、スコット・スタイナー、フランケンシュタイナー、それからムーンサルト・バックフリップ、SSD、その他その他、ティルト・スラムとかね、その他その他、いっぱい、積み上げてきたスコット・スタイナーが、ビッグパパパンプのマッチョお化けになってしまい、ストレートガンガン使った状態で、もう本当に技なんかめんどくさいよみたいな感じに、手抜きをしてやってるのがこのスタイナーリクライナーかなと思います。先ほどのカバーショーとは対照的に、スタイナーリクライナー自体はもうしっかりと相手の上に馬乗りになることすらせずに、なんとなく中腰みたいな、膝立ちみたいな形でちょっと首締めてるみたいな、力だけで持っていくみたいな、本当にちょっと手抜き技の代表格みたいなイメージっていうのがあって、非常にキャメルクラッチのイメージを悪くしたかなというふうに思ってます。もともとは、ビリグラハムなんですよね。スーパースターリクライナーだったっけなっていうのを、あれらしいんですが、まあちょっとね、良くない技ですね。はい、で現在では、はい、アコレードという名前で、WWE の時はルセフ、現 AW ではミロという名前のね、
選手が使っています。彼もですね、彼もというか彼はですね、あのプロレスがあまり上手じゃないというか、もともとプロレスの国の人じゃない、ブルガリアの人ですからね、そういうところもあったりしてちょっとぼっちが多いんですよね。あのこのアコレードに関してはですね、AW に割と移籍したばっかりの時に、こう相手の足をまあ乗っけるタイプなんですが、こうやって決めようとして汗でずるっと滑ってしまい、相手の頭がボンと落ちてそれをまた拾い直して締めるんだったらいいんですけど、ずるっと滑ったんだけど相手もこう頑張っちゃってこのままの状態でこういう顔のまんま、あのルセフもこのままずるっと滑ってひょっとまた何事もなかったのにまた締めてるっていう、その何事もない感を取り繕ってしまったせいでかえってぼっちになってしまったという、ことになりました。で最近はですね、そのキャメルクラッチも、仰向けにひっくり返って締めてるっていう、一見すごそうに見えるんだけど、実はあのうつ伏せになった相手を反り上げないと、すぎり上げてるからこそあのテコが働いてるのに、仰向けになっちゃったらテコになってないっていう、もう本当本末転倒な技になってしまってるんですけども、まあこんな感じで、現在の、キャメルクラッチは、ちょっと進化してるというか、ね、あの変化してるというところになります。はい、皆さんにとってはキャメルクラッチのイメージ、もちろんシークのイメージ強いと思いますが、こういう使い方の人もいたよみたいなのがありましたら書いておいてもらえると嬉しいかなと思います。というわけでね、今日は、同じ、技だけど違う名前のね、でも雰囲気はちょっとなんか違っちゃうんだよというところのキャメルクラッチというお話をさせていただきました。今日の動画面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。チューブロでした。